のハイパリリアリズム彫刻家ミュエックとも表記される。ミュエックは、最初、自動向けテレビ、映画のためのモデルやパペットを作っていた。有名な作品としては、ラビリンス、魔王の迷宮があり、ミュエックは、声優としてもルドの声を当てている。その後、ロンドンで、自分の会社を立ち上げ、広告用の写実的なプロップやアニマトロニクスを、制作した。 プロップは非常に精密であるが、反対側のごちゃごちゃした構造を隠すアングルから撮られた写真のようにデザインされていた。しかしミュエクはどのアングルから見ても完璧なリアルな彫刻を作りたいと思っていた。1996年、義母のポーラレゴの協力を得てミュエクは美術界に転身し、ヘイワードギャラリーでのレゴのタブローの一部として小さなフィギュアを制作した。 レゴはミュエクをチャールズ・サーチに紹介し、サーチはすぐにミュエクが気に入り、ミュエクの作品の収集と移植を始めた。そして出来上がったのが、ミュエクの名を一躍世間に知らしめた、デッド・ダッドで、これは翌1997年、ロイヤル・アカデミーのセンセーション展に出品された。デッド・ダッドはシリコン製のミクスドメディア彫刻で、ミュエクの父親の死体をに、 サンスケールでゾッとするほどリアルに再現したものである。この作品の仕上げにミュエクは自分の髪の毛を使ったが、それをやったのはこの作品だけである。ミュエクの彫刻は人間の肉体を微細に再現してはいるが、不安で不調和な視覚的イメージを生み出すため、大きさについては工夫をしている。ミレニアムドームの目玉で、後にベネツィアビエンナーレでも展示された。 ボーイは高さが5メートルもある。2002年、ミュエクの彫刻、プレグナントウーマンを、オーストラリア国立美術館は80万、オーストラリアドルで購入した。ありがとうございます。